はい、皆様こんにちは。久しぶりです。木下プロデュースでございます。今日はですね、なんと Z8-100-400 ですね、 Z の100-400 をデビューさせましたというようなね、お知らせ動画になります。ちょっと紹介動画になりますね。この Z100-400 は実際はね、2022年の2月の、ね、4日に発売されて、実際購入したのがですね、6月27日に注文出したんですよね。で、実際に届いたのが、9月の13日に届きました。だから3ヶ月弱ぐらい、ね、かかりましたね。はい。で、ね、今ね、今日ね、昭和記念公園に半年ぶりぐらいに来てて、まあ、ここね、なんだろう、原っぱの南側のテラスに来てるんですけど、まあ、ここに来る間にでもね、何枚か写真撮ってきましたけど、フィーリング的にはね、やっぱり現代的なレンズだなっていう感じがしますね。前持ってた 8400AFS ニッコール8400かな、それをね、下取りに出したんですよ。それを下取りに出してこの100-400を買ったと。多分ね、このケースで買われる方って、ね、すごいね、多いかなと思いますね。はい、今ね、うちはその Z 化計画中なんで、全部 Z レン、Z マウントにする予定でいるんで、まあ、その、ね、一環と一つとして、まあ、8400から100-400に変えたというような形になっておりますね。でね、これね、価格が、385,000円定価ですね、税込み で実際ね、実売が314,820円で売ってます。はい、はい、こんな感じですね。で、今日はね、 Z9 とこんな100-400-4.5-5.6S というような感じですね。あの、フィーリング的にはどうだろう、どちらかというと、あ、やば、押しちゃった。ディスプレイが光んないんだな。あ、光ってる方、こんな感じか。あれですね、前持ってた8400に比べると1割ぐらい軽くなってるような、ずしっていう感覚がなくて、ちょっと軽いって感覚がありますよね。筐体がね、すごいスマートになってるような。昔の8400ってこうなってグッと大きくなって、そのまま感じだったんですけど、これは根元はもともと Z マウントなんて太いんですけど、そこから少しずつ太くなっていってるような感じですよね。なんか全体的に太くなっていってるような感じですよね。で、あとはそうね、フィーリング的にはこのやっぱり100-400で80じゃない分、この例えばズームリングが、まあ、若干ですけど、なんていうのかな、短いっていうのかな、ストロークがすごい短くなったような気がします。もうそれね、しょうがないですよね、80から回してるわけじゃないんでね。まあ、あとね、そうね、なんかほら、これってズームにしても重心が、なんていうの、このテレタン側っていうの、そっち側に行かない、前玉側に行かないみたいなね、構造だったんですけど、それはね、よくあんまり分かんなかったですね。まあ、つけてるカメラが Z9 なんで、もともと Z9 は重いんでね、あんまりそういうフィーリングはないかな、あったのかなみたいな、まだね、分かんないです。で、実際にね、9月の13日に届いて、まあ、箱から開けたのが2週間後ぐらいで、実際に試写したのが本当にね、届いて1ヶ月後ぐらいだったんですよね。試写といっても家のベランダから外をね、パシパシって撮ってぐらいで、で、先日の皆既月食があったじゃないですか。あの時にね、家のベランダからカシャカシャカシャって本格的にこの組み合わせで撮ったっていうのがありますね。で、ね、今日ね、本当に本格的に初めて来ました。で、まあね、昭和記念公園で鳥を撮るか、まあ、それか羽田空港周辺で飛行機を撮るかね、迷ったんですけど、ちょっと年パスの更新とかもね、したかったんでね、昭和記念公園にやってきました。今日なんかね、イベントがなんかあるみたいで混んでますよね。でね、実際にね、買った価格ですね、実際購入した価格なんですけど、ね、さっき言った通り販売価格が314,820円なんですよ。でね、8400の下取り価格が95,820円、
でね、優待使って株主優待なんですけど、それが5000円なんで108,200円引きですね。はい、314,820円から108,200円引きで買いました。なので実際はですね、214,000円でこのレンズお買い上げって感じですね。はい。で、6月27日に注文して9月13日に届いたって感じですね。いや、久しぶりに Z9 を持ってくるとやっぱ重い感覚がありますね。ずっとね、今まで飛行機内でね、持ってるカメラが全部 Z50 だったんで、 Z9 はね、重たいって感じがしますね。はい、こういうイメージですね。このなんかファンクションボタンとかはあんま押さないかな、押すかな、あんまり使わないような、使うような、なんか最近の Z レンズは全部こういうモニターがついてますけどね、使うかな。こんな感じ。まあ、あとそうね、このファンクションボタンが4つついてるのは確かに使い勝手はいいかもしれないですね。ここと、ここと、あとこの辺とですね。ファンクションボタンがいっぱいついてるのは確かにいいかもしれないですね。でね、今後はですね、一応この Z100-400 が80-400 に変わったんで、残りはね、まあ、フィッシュアイレンズはちょっとね、 Z で出てくる可能性って多分すごい低いと思うんで、今期待しているのはレンズで言うと、まあ、445Z400mm を買おうかどうか迷ってるんですよね。で、今ニッコールの F マートの500-556って持ってるんですけど、でどうやら 500mm の Z レンズって出てくるラインナップないんで、だったら 400mm に、あとこれでも使えるテレコンをつけようかなみたいな計画はあります。はい、でね、5556を下取りに出して、445と 1.4 のテレコンつけると10万ちょっとぐらいで買えるんですよ、下取りを含めるとね。まあ、それも確かにお買い得だななんて思ったりもするんですけど、であとはまあね、全然ラインナップでも何でもないんですけど、まあ、Z カメラで何ていうの、 Z7 か Z6 の後継が出るっていうね、噂が出てますよね。でね、ちょっとね、 US の情報、まあ、マニアの方の情報だと2つあるみたいなんですよね。金曜日の夜かな、インターネットで調べてたら、まずは Z8 って言って Z7 の後継になるものが出るんじゃないかっていう情報があるんですよね。なんかハイスペック、ハイ画素、高画素機で、連写性能が出るみたいなね、連写性能がまあそこそこ15コマとか10コマぐらいで、まあ、4500万とか5000万画素ぐらいのものが出るんじゃないかっていうのが一つと、あとはまあ、昔の D500Z6 系の、APS-C 系の、まあ、APS-C でもないのか、 Z6 フルサイズなんでね、要は高速連写型の、なんつうんだろう、カメラだから、なんつうんだろう、 Z500 とかな、なんかそういうの書いてたかな、 Z6-3 とは書いてなかったんだよね、 Z500 とかって言ったかな、 D500 の後継みたいな、 Z6 の後継品みたいな、要は普通の連写が20ここまで、画素が、まあ、3000万画素ぐらいなのかな、今になるとね、2000万画素は多分ないと思うんで、3000万画素ぐらいの、カメラが出るよ、どっちかみたいなね、ことがね、書かれてて興味深かったですね。なんかね、一部ではね、Z6-3 が出るとか、Z7-3 が出るとかね、第3世代のものが出るんじゃないかっていうような情報もありますけど、何がそういう期待をしているかというと、 Z9 はね、確かにすごいフルハイスペックなんですけど、言い方変えるとオールマイティなんですよね。めちゃめちゃオールマイティなんですよ。何でも撮れちゃうみたいなね。
もう一番低いところから高いところまで、で、まあ、大は小を兼ねるわけじゃないんですけど、ハイスペックであればゆえに、まあ、全然、まあ、低スペックなものって言っちゃうんですけど、何でも取れてしまうカメラだなっていうのは実感してるんですよね。ただやっぱり使い回しがいまいちなのっていうのは、その思いとかね、あるんで、やっぱりね、もうその1段階、2段階下のカメラが欲しいかなっていうのがあるんですよね。で、その下って自分 Z50 じゃないですか。だから Z50 になっちゃうと、ちょっとやっぱり、なんていうんだろう、APS-C が悪いわけじゃないんですけど、やっぱりフルサイズが欲しいなっていうのがあるんで、フルサイズで DX-APS-C に絞るっていう機能はいいんですけど、 APS-C に回るっていうのがちょっとやっぱり物足りなさを感じちゃうんですよね、自分で。だから、まあ、Z7 なり Z6 なりの後継の新しいカメラが欲しいかなってありますけど、 Z9 の、まあ、サブ機というか、ちょっと下にするような、まあ、持ち歩けるような、例えば今日みたいに、今日すごいこのところで撮ってるんですけど、まだまだ落葉しちゃっているんですけど、まだまだこういうところあるじゃないですか、こういう風景とかもね、撮れるようなカメラ、ちょっと Z9 は大げさすぎるようなんでね、まあ、ちょっと今日はね、鳥をね、撮ってみたいなっていうのがあったんで、まあ、この構成で来てますし、来てますけども、まあ、できれば風景なんかをね、ゆったりまったり持ち歩きやすいカメラが、ね、あるといいなと思いましたね。まあ、しょうがないんですよね。やっぱり Z7 を売って Z9 に、あ、風強っ、を売ったっていう経緯もあるんで、まあ、そこはどうしても、まあ、しょうがないんですけどね。はい。だそれをね、ちょっと今狙ってますね。まだ全然情報がないんですけどね。だからできれば、まあなんだろう、自分の規模としてはある程度な4000万画素級になるのか、もう Z9 をね超えて、もう5000何百万画素になるか分かんないですけど、高画素である程度コマが欲しいみたいな、ただこれみたいにね、20コマ30コマとか120コマとか撮れるものは特に求めてなくて、まあ最低でもまあ20、10ぐらいあればとりあえずいいのかなみたいな、切り分けできるようなね、風景はあんまりコマ数必要じゃないじゃないですか。でも飛行機とかね、撮る場合はやっぱりコマ必要なんで、ある程度のコマが必要なんで、そういう時にはね、Z9 を持っていくというようなね、切り分けがね、できればいいかなと思います。まあね、大体毎日のようにね、ニコンのウェブサイト見に行ってるんですけど、全然情報がね、今何でしたっけ?800ミリが出たんでしたっけ、最近。600ミリでしたね、ちょっと忘れちゃったけど、800ミリだったかな。あの200万のね、カバンに入れられないようなレンズが全然必要としてないんで、まあそろそろね、新しい Z カメラ出してくれるといいかなーなんて思いますけど、なんか風強いよ、めちゃめちゃ風強い。で、今ね、10時30分になっちゃいました。というわけで、はい、じゃあね、次の、ね、撮影地に行きたいと思います。ちょっとね、少しゆったり撮影したらですね、またね、次に行きたいと思います。で、本日はね、Z100-400F4.5 から 5.6 の、導入記念としましてね、紹介動画を作ってみました。またね、作例なんかね、上げていきたいと思いますのでね、ウェブサイトの方もご覧になっていただければいいと思います。それでは、バイバーイ。はい、改めまして木下プロデュースでございます。先ほどまではね、昭和記念公園で、ニコン Z100-400 のね、紹介動画をお送りしておりましたけども、実際のね、作例についてね、NX スタジオにて説明していきたいと思います。まあ、改めてね、こちらが Z100-400 と Z9 の装着した写真になります。まあ、こんな感じですね。やっぱりね、もう Z マウント同士なんで、ものすごくしっくりくるというかね、かっこいいですよね、つけてみると。でね、このファンクションボタンがね、たくさんあるんですよね。まあ、ディスプレイのボタン、この表示を変えたりするボタンや、ファンクションボタンが全部で6つ、5つくらいあるんですけども、まあ、ここは人それぞれだと思いますね。自分も今500の 5.6 を使ってますけど、それには AF オンとかね、
AF ロックをつけたりとか割り当てることができるんで、まあ、それは人それぞれですね。ただまあどっちかといえば持ちながらボタンを押すっていうのはちょっとあんまり使わないかななんてね思ったりもしますけども、まあ、そこは人それぞれかななんて、ね、思いますね。はい、あとまあねフードはね普通のフードっていうんですかね、まあ、あのラッチがついているロックがかかるタイプのフードになってますね。はい、じゃあですね実際に作例を紹介していきたいと思います。まずはね昭和記念公園ですね。改めて2022年11月27日半年ぶりぐらいにね昭和記念公園の方行ってきましたけども、ちょうどねあの年間パスポートのね更新なんかもね兼ねて行ってきました。で昭和記念公園はね紅葉のシーズンはちょっともう終わりかけみたいなね状態になってましたけども、まだまだね全然人はね多かったですね。はい、あの一応ね木の方はもう落葉しちゃってたのかもしれないんですけど、まあ、普通にねこういうところはまだまだね見頃なんじゃないかななんて思いますね。でまあ実際ねこれ100、400装着してつけてみた見て撮影はしてみたんですけどね、やっぱりねすごい気になってたのはその80から100ミリ80-400が100-400に変わって20ミリ、まあ、望遠の域の方に伸びてったっていうのがねすごい気になってはいるんですけど、まあやっぱり気持ちその部分が20ミリ、あ100なのかっていうのですごい遠い感じはね受けますね。まあやっぱり撮るものがね、まあこれどっちかといえば風景写真なんで、もっともっと広角寄りで撮らないといけない写真にはなるんでね、これなんで100ミリで撮ってますけど、もうちょっとワイドが欲しいな、2本も3本も後ろに下がってから撮らないといけないよなっていうようなね感覚はねやっぱありますね。はい、これはねだから撮るものによるんだと思いますね。これなんかはやっぱり、100ミリですけども、まあちょっと離れたところから遠いものを100ミリの画角だったらこれくらいっていうようなね息で撮るとこんな感じですね。まあ、あとはやっぱりこれ 400mm の DX なんで 600mm 相当で撮ってますけども、まあやっぱり遠いものをね近くに寄せて撮るような場合はやっぱりズームの域は使うのかななんてね思いますね。あとはねやっぱ昭和記念公園鳥さんが、いっぱいいますんでね鳥をターゲットに撮ってみましたけども、まあね鳥専門じゃないんでね、まあ、どういう感じで撮るのか一番なのかがねちょっとねなかなか自分は難しいなぁなんてね思ってたんで、うん、まあこういうね明るいところにいるねカルガモなんかをね専門に撮ってましたけども、まあ、この辺はね多分誰でも撮れるっつっちゃあれですけど簡単にね撮れますよね。はい、まあね何にせ鳥屋さんじゃないんでね、例えばこれねコゲラっていうキツツキちっちゃいキツツキなんですけど、こういうのはねやっぱ難しいんですよね。これね全部 400mm の DX なんで 600mm 相当で撮ってますけど、やっぱりほら木々が手前にあるじゃないですか、木々が手前にあって奥に鳥がいるとこの奥の鳥にピントを合わせるのってどうすんねんみたいなね、そういうのね思っちゃったりするわけですよね。まあ、これねワイドを L で撮ってるからあれなんですけど、なんかピンかなんかワイドのシングルっていうのかなスモールで撮ればまあこうやってね当たるんだと思うんですけど、なかなかね撮り取るの難しいなと。あとはやっぱりどうしても下から上を見上げるので、あの必ずしも順光にならないんですよね。うん、で鳥なんていうのは何て言うんだろう、意図したところに止まってくれないわけなんで、人間がね動き回って、いい位置でね鳥を撮影することになるんだけども、なかなかそのいい位置を見つけることもなかなか難しかったりするんで、あとはね下から撮るとどうしてもこういうね、写真ばっかりになっちゃうんですよね。それがねまあいいのか悪いのかっていうのがあって、もうちょっとなんて言うんだろう、真正面から撮るというか平行な目線で撮るというかね、だから鳥を撮ってる人ってねすごい難しいんだなと思いますね。まあ、これたまたま600ミリでこの大きさですけど、まあ、それが例えば
まあ、600ミリとか800ミリの長いレンズで撮ればもっともっといい写真が撮れるのかと思ったら、またそれはね違うんだと思うんだよね。やっぱり撮る位置と、まあ、撮りの位置はこんなところが撮るんで、まあ、隣に800ミリのレンズを持ってた人は、まあ、単にねこうやってズームの写真になるだけであってね、もうこれ全体的に暗いじゃないですか。顔の表情もわからないし、何の撮りっていう風になっちゃうんで、まあそういう意味で言うとね、まあ撮り撮る人たちってね、本当難しいんじゃないかななんてね、思いますよね。はい、もうね、こうやってね、落ち葉一面って感じですね。これもね、なんかの鳥なんですよね。ムクドリなのかな？なんか全然鳥屋さんじゃないんでね、わかんないんですけど。ほら、これもね、すごい明るいんだけども、この鳥のいる部分だけ日陰になってるんですよね。これもしかしたら動物なので、まあ鳥が眩しいから日陰に入ってるのかわかんないんだけど、やっぱりほら、もう目がね、見えない。尻尾も見えない。何の鳥かわかんない。まあ多分ね、こういうのはね、鳥の写真としてはダメなんだと思うんだよね。はい。これがね、いつも行く、撮影スポットなんだよね。で、ここはね、やっぱり14ミリとか、本当に自分で持ってるレンズだったら24ミリとかっていう、もう超広角で撮る、景色、風景なんだよね。で、それをね、100ミリで撮ると、やっぱりね、圧縮されてるな。もっともっと、この、楓、もみじが広がる、もう頭一面広がるようなね、絵を作りたいんだけども、やっぱり100ミリっていう感じなんでね、ちょっとね、やっぱり窮屈感があるんですよね。これはね、ちょっとまあ抜けがあるんで、まあこれも100ミリで撮って、まあまあ問題ないかななんて思うんだけども、やっぱりちょっとね、100ミリで、こういう近場の風景を撮る、スナップを撮るっていうのは、ちょっと難しいかななんてね、思いましたね。でね、今度はね、これ、カマキリなんですよね。カマキリがね、ちょうどベンチに座ってたんで撮ったんだけども、これは、もうやっぱり400ミリ遠いところから撮ってるんですよ。ズームでね、寄せて撮った感じなんですよ。やっぱり近くにいるとね、カマキリ逃げちゃったりするんでね。はい。400ミリの400分の1のオレフ 6.3 で撮ってる感じ。これなんかね、いい表情だよね。ちょうど。これ複眼なんでどこ見てるかちょっとわかんないんだけども、まあ、こういう表情もなんかね、横目で見てる感じでいいね。すごいいいですよね。はい。で、これがね、日本庭園の入り口付近ですね。はい。これはね、やっぱり、ちょっと長めのレンズで撮ったって感じがね、しますよね。もうね、この辺りに来るとまだまだね、紅葉が見頃なんでみんなね、写真撮ってますけども、うん。こういうのもできれば、もっともっとね、人全体を入れて、もうね、木々もね、覆うような形で入れると、すごい絵になったんじゃないかな、なんてね、思いますね。はい。で、続いてね、富士山ですね。はい。富士山なんかはね、まあ、100ミリぐらい。これ400ミリ、600ミリで撮ってるのかな。はい、ズームで撮ってますけども、まあ、これぐらいは全然いいでしょう。はい。はい、これもね、紅葉ですね。ここもね、お茶屋さんっていうか、まあ、レストハウスっていうのかな。ドリンクなんか売ってるお店の手前で撮ってますけども、もうちょっとやっぱり木々をね、いっぱい入れたいんで、あと3歩ぐらいね、下がらないと撮れないかな。これがね、立川、隣のね、立川駐屯地のヘリコプターですね。これなんかはもう全然ズーム400ミリで撮ってますけど、まあこういう写真はやっぱりズームで撮ると。あのね、やっぱりズーム100ミリ、400ミリ行ったり来たりズームリングで調整する中ではやっぱりね、ズームリングのスムーズさ、そこに優しい柔らかさがあるようなね、感じですね。これはね、まあ新品ってね、もうちょっと硬くてもいいような気もするんだけども、違和感なく、で、さらにズーム域もそんなに遠くなくね、操作できるところがね、いいような気がしますね。はい、これね、四十からですけど、これもね、四十からって確かにわかるんだけど、もうちょっと四十からになんかスポットが当たってもね、いいような気がするんだけども、ちょっとやっぱりね、暗いところでね、四十からがいるんでね、どうしても暗っぽくなっちゃうんでね、やっぱりね、難しい、鳥を撮るのってね、難しいなと思いますね。まあ自分はちょっと専門じゃないんでね、あんまり追求はしませんけどね。はい。これもなんかもうちょっと、
なんか四十雀の瞳までね見れたらいいような気もしますけどね。はい、四十雀をねいっぱい撮ってました。でね、次に来たのが、これがなんかねまた知らない鳥なんですよね。これがね何匹も何羽もねこの木に止まってこうやってね草を食べてましたね。ね、これなんていう鳥ですかね。ちょっと目が見えないんであれですけど、あのスズメなんかよりも全然でかかったですね。モズみたいな、もうこういう鳥ですね。何ですかね、ちょっとね分かりませんけども、こういうのもねもうちょっとなんかね、鳥、これもねほらピントがいまいちなのは手前の木に当たっちゃってるんですよね。だから例えばこうやって木に止まってるここだけピント合わせるっていうのですごいね難しいんじゃないかななんてね思いますね。はい、うん、これだとやっとなんとなく鳥のね形が見えますけどね。で戻ってきてまた落ち葉を、あ、カエデをね、モミジを撮影してみたりカルガモをね撮影してみたりしました。はい、続いてですね、昭和記念公園を後に羽田の T2 デッキにやってきました。時刻が13時31分ですね。立川からね羽田まで、中央線モノレール乗り継いでやってきましたね。やっぱり結構ね遠いですね。一眠りできますけどね。でね、やっぱり100-400ミリってもちろんさっきの立川のね昭和記念公園でも活躍しないことはないんだろうけども、やっぱり飛行機だろうなと、自分の本名じゃないけどもやっぱり飛行機専門に撮っていきたいなということでね、羽田のね T2 デッキにやってきましたね。やっぱりね、飛行機撮らないとなんて言うんだろう、デビューさせられ、デビューと言えないみたいなね感じだったんでね、もうこの日はね朝からまああの昭和記念公園行って風景とかなんか撮った後にもう絶対羽田空港に行こうと思ってね来たんですよね。はい、でねこの日のね T2 デッキはねご覧の通りでものすごい人でしたね。もう人の数だけで言うともう1000人近くいたのかな、わかんないですけど。でねこの後に実は T1 デッキにもまあ寄ったんですけど、T2 デッキ T1 デッキ合わせるともう何千人です。もう要はね、シューターの数だけでも200人ぐらいいたようなね感じですね。でね、もう人のね、人がいっぱいすぎてレンズを入れるところがないぐらい人がいたんですよ。こんなのね初めてってぐらいで、確かにこの日って、休みの休日だったんだけども、なんかね人がいっぱいいすぎてびっくりでしたね。だから自分もカメラをスタンバイして、まあ持って、まあ、外出て、じゃあどこで撮影しようかというとね、隙間がなくてね、しばらくね開くのを待ってたような、ね、状態だったんですよ。例えば端っこまで行けば人がいないだろうとか、手前の付近だったらいないだろうとかじゃなくて、これたまたま北の方ですけど、南の方も北の方もねもうびっしりでしたね。なんか珍しい飛行機が来るわけでもないんですよね。だって一般の人たちもすごい多いのでね。あとね、やっぱりその写真教室、飛行機を撮りましょう的な写真教室がね2チーム3チームぐらいあったような気がしますね。少なくとも2チームはもうここで撮影したんですよ。で反対側の南側にねルーク小沢さん、航空写真家のルークさんがねいましたね。ルークさんご一行様っていうのかな。だからルークさんのなんか写真教室みたいなのと、あとこっち側にもね写真教室の方と、あとはロビーのところでなんかレクチャーを受けてる人たちもいたんで、3チームぐらいね、3組ぐらい写真教室なんかもね訪れてましたね。でね、 T2 デッキといえばね、やっぱりこのスカイツリーバックですんでね、スカイツリーバックで撮影してみました。でスカイツリーバック、これね今ね 300mm で撮ってますけど、まあちっちゃいね B737 なんてなるとね、まあもうちょっとズームで寄ってもいいんですけど、やっぱりこのバランス的に、例えばですけど、まあこれもうちょっと寄るとこんな感じで撮ると、まあ大体 400mm ぐらいでね十分なんですよね。はい、あとはまあこれね Z9 のレンジャーで撮ってますけどね、あとはこういう形でアメリカン航空ですね、これは 400mm で撮ってますけど、 400mm でちょうどですよね。これ
ものすごい綺麗な感じでちょうどぴったりって、これはね素晴らしいなと思いましたよね。やっぱりね羽田の T2 からスカイツリーバッグ入れるときはね、必ずこの、ね、東京湾の海入れた方がいいんですよね。海入れてビール入れて空入れるっていうね、この3構成がね一番いいと思います。でね、これ面白かったのはね、これ自分で写真を見たときに思ったのは、例えばこうやって737が来ると、ああ JAL ね、これ日本だよね、スカイツリーだからってなるんだけど、アメリカン航空がこのスカイツリーバックで言うと、この一気にビル群がマンハッタンになっちゃうんですよね。これはね、すごい見ててね、面白いなと思ってね。うん、なんかネタになりそうだなと思ってね。一気になんかね、アメリカの飛行機がね、来るとね、もうここが、なんだろう、これ、汐留じゃなくて、豊洲とか、あの辺だと思うんですけど、もう全然ね、もう一気にね、なんかね、ニューヨークのマンハッタンをね、なんか彷彿させるようなね、絵になりますよね。これね、面白かったですね。なのでね、400ミリで全然十分ですね。もう全然長いレンズじゃなくてもね、いいです。これクロップしちゃったらもっともっと、まあ、窮屈感が増して、このね3構成っていうのかな、3部構成がなくなってしまうのはちょっとあんまりいただけないかななんて、ね、思いますね。まああとはそうですね、滑走中の飛行機もこれ400ミリで撮ってるんですけど、まあ例えばこれ A320 ですけども、まあこれをね400ミリで撮るとこの画角なので、もうちょっとねワイド側で撮っても全然問題ないのかなっていうふうにね思いますね。まああと例えばこうやってねわざともうびっちり寄ると、これ400ミリプッシュバックのシーンですけども、400これ340ミリか40ミリだともうこれになっちゃうんで、400ミリだったらもっとドアップのね写真が撮れるんですよね。そういう意味でねものすごく使い分けはできるかな。これはねブリティッシュエアウェイズで400ミリですけども、まあちょっとね、まあ、機体がすごい重かったせいか、もう低空飛行になってしまって、スカイツリーキッスがね、できなかったんで、ね、残念でしたけども。まあね、こういう写真、スカイツリーバックは全然できますね。はい、あとね、これ板ですね。板も確か11月の上旬ぐらいに羽田就航したんだと思いますよね、これね。週3便か何か A350 で飛来してましたけども、なんかね、新生アリタリア空港みたいな、ね、感じでいいですよね。まあいろいろ板も紆余曲折があってこの板になったっていうのはありますけどね、なんか新顔としてねすごいいいななんて思いましたね。かっこいいですよね、やっぱり白に緑地がね、垂直尾翼がなんか寂しい感じもしますけどね。これもねやっぱりヨーロッパ線なのかね、ものすごく今北回りっていうんですかね、あのロシアの上空通っていかなくて、あのアラスカというかあっちの上の方を通っていくんでね、やっぱり重い重量なんだと思いますけども、燃料満載だったせいか低いね高度で飛び上がってきましたね。はい、あとはこれはモノクロですね。モノクロでも撮ってみました。まあこれは、まあ、全然 Z9 のね機能になりますけども、これモノクロ 290mm ですけど様になりますよね。うん、でねこれ縦位置でこの顔を撮るときっていうのはね、このタイヤからコックピットの一直線のラインを意識するといいんですよね。はい、これねポイントですね。はい、あとプッシュバックシーンなんかもね撮ってみましたね。これ手振りですね。もうちょっとね手振りも、顔はね真正面にあるといいですけどね。だからねこれ T2 デッキにものすごい人がいるんで、みんな手振るんでね、あのねキャプテンとかねパイロットの人たちもね手振って、おのずと手振ってくれてましたね。どのキャプテンもねみんな手振ってくれましたね。これはねほんとねありがたいですね。うん、これね、まあ、これね静と動ですよね。こうやって動く人たちと、あとね無機質な飛行機を撮ってますけどね。でここでサムアップされて、はい、行ってきますのサインですね。はい、問題ありませんっていうねクリアのサインとね、はい、こういうのもねいいですよね。はい、これで190ミリですね。これ以上ズームしちゃうともうどっちか尻切れになっちゃうんで、まあ、ワイドで通ると。でまたね再びスカイツリーバックエアドゥですね。あ、これはねもしかしたら南側に映ったかもしれないですね。はい、南側に映っ
った、そうですね、南側に映ってますね。で、これがね、あのシーカーストーリーに着陸したシーンですけども、これも400ミリで全然撮れますね。で、南側から今度はスカイツリーバックを撮った写真がこんな感じですね。はい、これ400ミリで、はい、まあ、ちょっとね、やっぱりあのさっきの北のエリアに比べるとちょっと遠い感はありますけど、まあ、特に問題ないかな。まあ、これちょっとね、ワンランクズームしてますけど、もしかしたらクロップしても問題なかったかな。ただちょっとね、横が開くんで、まあこういう、まあこれ今ね1対1ですけど、まあこういう表示撮影でもね全然問題ないかなと思いますよね。やっぱりびっちりかっちり決めるよりも、例えばこのスカイツリーの上の高さ、横の高さ、あとはここの幅っていうのがね、だいたいなんていうんですかね、同じぐらいだとね問題ないのかななんてね思いますよね。はい、あの、なんて言うんだろう、日の丸構成が面白くないとか言う人はいるかもしれないんですけど、いや全然日の丸構成で大丈夫ですから。まあバランスですよね。これは置き止めのシーン、これ200ミリですね。だから結構このシーカーソールまでの距離ってそれなりにありそうなんだけども、あの別にさっきも出ましたけど400ミリかっちり撮る、必要もないみたいなね感じですよね。はい、これは A359 が4番機ですかね、シーカーソールに着陸したシーンですけども、これは600ミリ相当ですね。600ミリでやっとこういうのが撮れるっていうね感じですね。なんだろう、 T2 デッキからそのシーカーソールの着陸ってまあ撮れなくはないんですよね、こうやってね。ただちょっとなんて言うんだろう、手が届かないかなっていつも思うんですよね。なんかこういう設備もありますし、あとはもうちょっと近寄りたいんだよね、ただちょっと遠いよねみたいなね感じがありますわね。で、これが ANA の A320 ですかね。はい、これはちょっとテイクオフのなんていうんですかね、ローリングしたあたりがものすごく手前だったせいか、ちょっとね、ずいぶん高度上に行っちゃいましたけどもね。まあ、全てが全てね、取れないんですよね。T2 からのスカイツリーバックはね。これ7番機ですね。7番機、これもちょっとね、高度低いですよね。はい、もうちょっと上に、この辺に来てくれるとありがたいな、みたいなね、感じですけどね。これも燃料が満載だったのかわかんないですけども。というような感じですね。まあ、あとそうですね、ワンポイントとして、なんかワンポイントレッスンっていうわけじゃないんですけど、このスカイツリーバックとか撮るときって、自分ね、この飛行機を追いかけてるわけじゃないんですよね、実は。はい。これね、皆さん飛行機撮りあるあるなんですけど、まずこのスカイツリーとこの海辺のこの構成を死守したいんですよね。だからそのグリッド表示、ファインダーの中をグリッド表示して、まあ、こんな感じ、よいしょ、こういう感じでグリッド表示、まあもう実際はね、こういう細かいグリッドまではファインダーの中には出ないんですけど、グリッド表示でここの線とスカイツリーの縦線と横の線と海の横線をもう頑張って死守してるんですよね。で、それを動かさないようにして、あとは視界の中に飛行機が来たらシャッターを押してるだけなんですよ。だからね、実際はまあまあこれはこうやって合ってるんですけど、まあ、ここに来たらシャッターを押すっていう意味で、ワイドの L で撮ってますけど、なんて言うんだろう、こっからシャカ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 っていうような意識で撮ってるんじゃなくて、あくまでも固定、ここのラインを頑張って狙ってるっていうようなね、感じで撮ってるんですよね。はい、これね、飛行機撮りあるあるですね。ワンポイントレッスンでしたね。で、確かに、例えばここで NX スタジオとかで、バランスとかね、
縦横とか斜めとかね調整できるんだけども、それをねやっちゃえばいいやと思うと、いつまで経ってもこの写真撮る縦横の基本中の基本が守られないってなると、どんな写真もねなんか中途半端になっちゃうんで、そこはね特に飛行機写真苦手な人というか、あんまり綺麗に撮れないんだよねっていう人は、何も飛行機をメインで撮ることを意識するのではなくて、その周りのね風景のキャンパスをしっかり決めようってね思って撮るといいと思います。はい、なんか Z100-400 の紹介よりもなんか飛行機写真レッスンみたいになっちゃいましたけど、まあね改めてね、まあ、Z100-400 をねどんなレンズってなると、やっぱりね使い勝手がいいレンズ、ただやっぱりワイド域が今までの8400から20mm ズーム域に伸びた分、やっぱり遠いものを狙うっていうのかな。なのでやっぱり飛行機っていうのか、なんて言うんだろう、こういう例えばターミナルデッキみたいな近くの駐機中の写真をワイドで撮って、飛んでる写真をズームで撮るようなね使い方なんかはねすごいいいななんてね思います。これから多分羽田空港とかいろんな空港行った時には100-400ね大活躍するレンズになるんじゃないかなって思います。はい、以上はね、以上で Z100-400 の作例の紹介になります。ありがとうございました。失礼いたします。